では神の庭と呼ばれる砂像湿原に行ってみたいと思います。なんかいきなりうっそうとしとる。金山林道、林道と呼ばれるだけあってなんか道の名残というか道やね。軽トラぐらいやったら入ってこれそうな。オフロードかジムニーとかやったら奥まで入れそうな感じ。知る人ぞ知る秘境というイメージやったんやけど、駐車場の車を見る限りでは結構ポピュラー。 NHK で放送されたぐらいやから多分知ってる人は知ってるんやろね。こうやって撮影しながら行ったら時間かかりそうやから、とりあえずポイントまではチャチャチャっと行きたいね。お、椎茸、月夜岳。お、人工物が。はい、ここを渡ります。よいしょ。足跡がある。安心安心。石寿司さんかな。なんか分かりやすい標識が。よいしょ。はい、砂像湿原あっち。写真も撮っとこう。あら、こっから登りになります。目印辿っていこう。どこを上がったらええか困った時は枝とかについた目印を頼りに行く。ついとるついとる、うん、たどり着く場所は全部一緒っぽいけどね。めっちゃ静か、めっちゃ自然や。と、笹の背が高くなってきた。ああ、でも一応マークはある。 あ、下り。これがもしや水場というやつか。多分これが水場やね。第一チェックポイント、また一段上に上がってきたらまたシンとなった。なんか空気が冷たいね。はい、緩やかな下りも混ざってきました。傾斜も緩やかになって歩きやすくなった。ありがたいことにマークだけは異様にある。空気が冷たい。山の上よりもよっぽど涼しいわ。またゴミやで。落とすのはしゃあないけど、気づいたら開けたところに出た。どれくらい来たかチェックや。まだまだや。 1300m。 頑張ろう。ちょっ
ちょっと分かりづらくなってるけど、目印があっちにあるのであっちに行きます。こっちです。はい、ちょっと道が分かりづらくなっとる。オッケーオッケー。キクラゲじゃないこれ、持って帰らんけど。よいしょ。さあどんどん上上がっていきます。これが世に言うセクハラ樹木。抱きついとる。結構登ってきたんじゃないかな。お、曲がり角か。よいしょ。というか、あと上に上がるのは50メートルほどです。なんか映えるわ。神の庭まであとちょっとなんちゃうん。まだ上がるか。はあ、まだ上に上がってきます。よいしょ。なんか苔がええ感じに生えとる。よし。ああ、笹が深い。どっちでもええんか。ちょっとこの大木の下通ってみよう。でかっでかっ、怖っ。でかっ。よいしょ。なんか広いとこ出た。もうそろそろ到着してもええんじゃないの。下りや。はあ、ここにも抱きつき、ここにも抱きつき樹木が。あっちには面白い折れ曲がり方のした木もあるしね。
これはなんだか到着したっぽいですが、とりあえず杉の方に向かって行ってみる。怖いけど。わーい、到着した。これが神の庭と呼ばれる砂像湿原。ちょっと探索してみるか。とりあえずぐるっと回ってみよう。すげえ綺麗。よっしゃ、ぐるり回ってみるか。はい、特に問題なく、特に問題なく金山林道まで戻ってきた。下山途中にすれ違う人はなし。自分が一番最後の登山客でした。石鎚スカイラインまであとちょっと。頑張ろっと。やれ、石鎚スカイラインにかかる金山橋が見えてきた。もうちょい、もうちょい言うてもちょっと遠いやん。よっしゃ、石鎚スカイラインに戻ってきた。はあ、お疲れ。駐車場まであとちょい。これおもご経由から帰るんと、亀ヶ森林道から帰るんと、どっちが早いんかな。悩むとこやで。金山谷川、はあ、駐車場まで到着。さっきすれ違ったおじいちゃんと、さっきすれ違ったおじいちゃんの車と俺と2台だけ。以上、砂像湿原登山っていうんかな、砂像湿原登山以上。